はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん今日は12月25日ですね、昨日は美味しいものを食べましたか？まあね、皆さん人それぞれのクリスマスをね過ごされていることやと思いますけどもね、そんな今日はですね、まあ、クリスマスやのに高血圧で悩んでる僕が血圧を下げるために普段やってることをねちょっとお話しします。それはね2つあります。まあ誰でもね簡単にできますので、今後最後まで聞いてください。よろしくお願いします。まず一つ目はですね、飲み物をお茶にしたことです。お茶ね、血液のがんでね骨髄移植をして、まあ免疫抑制剤をね飲んでる患者さんはですね、副作用でね高血圧になってしまうことがあります。まあ、僕もその副作用は出てます。今現在ね、あの血圧をね下げる薬を飲めば済む話なんですけども、病院の先生からはね推薦されてません。病院の先生はね、できるだけ自力で血圧を下げるように努力しなさいとおっしゃいます。まあね、それに関してはね、どこの先生もそう言うと思います。そんな僕のね血圧はね、約1ヶ月以上前まではね、この上の血圧、最高血圧っていうのがね150台でした。高いでしょ、だいぶ。まあそれがね、まずは飲み物をねお茶に変えただけでですね、血圧がね130台まで下がってきました。まあお茶といっても麦茶ですよね。あの以前からずっと動画見てくれてる方はね知ってると思いますけどね、麦茶を飲んでおります。まあ、しかしね、あの僕はその骨髄移植の副作用でね味覚障害になってしまって、まあ、全てのお茶というお茶の味がねもう苦くて飲めなくなってしまったんです。そこで僕が取り入れた方法がですね、牛乳でお茶を割るという飲み方です。僕はね、牛乳が大好きなんです。まあ、味覚障害になってもですね、牛乳だけはね、飲むことができたんですよ。なのでね、麦茶を牛乳で割ってみたところはどうなんかなーってね、思ったので、割ってみたところですね、美味しくいただくことができたんです。めっちゃ美味しいです。すいません。でね、この麦茶の効果でですよ、血液をサラサラにする効果がありますので、その効果で血圧が下がってくれたんやなとね、思ってます。それにね、麦茶はね、ノンカフェインなのでね、なんかいい感じですね、本当に。で、そして二つ目がですね、これはその前回の動画でお話ししましたけども、晩ご飯の時にお米を食べないことですね。まあ、世の中にはね、炭水化物抜きダイエットやね、糖質大、制限ダイエットみたいなのがね、ありますけども、まあ、前回も言いましたけども、その制限という言葉を聞くとですね、なんかこう心が苦しくなるので、これもっと優しい捉え方をしてもらえるように、まあ、控えめとね、意識してほしいものです。ね、世の中にね、もうこれをすればいいんちゃうかなと思ってね、糖質控えめダイエットとかね、炭水化物控えめダイエットとかね、そういう風にね、ネーミングつけてくれたらね、あ、控えめでいいんや、私もできるかしらって思うかもしれないんでね、なんかもう世の中の言葉がそういう風に変わってほしいなと思ってます。でね、まあ話戻しますけども、晩ご飯のおかずでね、じゃがいもとか出てきてますので、完全に炭水化物を抜いてるわけじゃありませんし、制限しすぎてるわけでもありません。それに僕はお米も大好きなので、本当は晩ご飯でもそのお米を食べたいんですけどね、もうついつい食べすぎてしまって、もう動けなくなるぐらいお腹いっぱいになるんでね、もうそうやったら体重増えすぎますので、これはあかんなと思って、思い切って晩のお米だけを抜いてみました。まあ、そうすると体重も少しずつ減ってきてくれましたし、血圧がぐんぐんと下がってきました。ね、そうなんですよ。その麦茶牛乳と晩ご飯のお米を抜く、この二つです。寝起きにね、毎日のようにですよ、あの、血圧計でね、血圧を測定してるんですけども、本当に下がってきております。
もう嬉しいですね。もうこの結果はね、サンタさんからのプレゼントだと思ってます。本当に。もう血圧がね、130代って、まあ普通の人に比べたらまだまだ高い方なんですけどもね。まあ、別にその胸を張って言えることじゃないんですけども、まあ1ヶ月前からほんまに考えたら普通に150代やったのはね、まあそこからほんま考えたらですよ。本当に下げたなぁとね、思いますね。ほんでそれと比例するようにですね、まあ、前回もお伝えしましたけどもね、体重も下がってきてますので、ダブルで嬉しいです。もう何よりもね、体が軽いですね。調子いいというか、まあそれにお腹周りもね突っ張ってませんし、まあ、でも食べた後すぐっていうのは張りを感じますけど、まあしばらくするとね、そんな感じもなくなります。歯で突っ張るって言っても、そのみんな、あ、お腹いっぱいになったわっていう感覚あるでしょ。その時の張りみたいなもんですわ。まあね、その血液のがんになって骨髄移植をした僕もですね、まあ、今のところこんな結果がね出てるので、もし病気ちゃう人がこれをやったら、もっと正常な、ね、血圧になれると思うんで、これぜひやってみてください。お茶を飲んでお米を控えてみる、控えてみるですよ、控えてみるね。まあ牛乳はどっちでもいいですよ。まあお好みでやってみてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。